ランドプレミアリーグのアーセナルに所属する日本代表 DF 冨安健洋24の復帰は予定よりも遅れそうだ。冨安は3月16日の欧州リーグスポルティング、ポルトガル戦で右膝を負傷。手術を受けて今季絶望となった。イギリスメディア、フットボールロンドンによると、冨安は復帰に3ヶ月半でシーズン前に復帰する可能性が高かった。しかし、ミケル・アルテタ監督は予想よりも長い期間、半年間、離脱する可能性をほのめかした、という、実際にプレーできるようになるのは9月頃になるとの見通しとなるが、同メディアは、この情報は移籍市場での守備計画に影響を与える可能性がある、とし、すでにアーセナルでは、スペイン一部バリャドリードの DF イバン・フレスネダ、18、やオランダ一部アヤックスの DF デバインデンス、20、に関心を示している。新たな実力派 DF が加入すれば、リハビリを終えた冨安が復帰してもポジション争いは過酷。定位置を奪えなければ、そのまま退団に追い込まれる可能性も出てくる。冨安にとっては試練の時を迎えると言えそうだ。